言い、そうすると、雑誌の取材があると思いますが、一日どのくらい取材を受けるものなのって書いてありますね。書いてありますね、完全紙に。そうですね。まあ場合によりますけど。でもなんか時間かな、本数っていうより、そうだね、ものによるからね。10時ぐらいから夜の10時ぐらいまでかな、うん、で雑誌だったら大体1時間とか、撮影あったらもう1時間。そうだね、そう、雑誌によってね、聞いてくる内容も違う。違う、全然違うね。だってまださ、駆け出しの頃ファッション雑誌でさ、今日のファッションポイントみたいな聞かれたね。なんか長い時は長いじゃん、うん、最大でもさ5本ぐらいじゃない、最大だったらね、うん、Rock Ladies and Gentlemen Boys and Girls セカオワロックスセカのオワリ、世界の終わり、ボーカル深瀬です。ギターの中島です。ピアノの沙織です。 DJ ラブです。世界の始まり、世界史の講師、セカオワロックス。突然ですが、今夜はこんなことをやりたいと思います。ライブチューンアディング深瀬リリース記念バーチャルインタビュー。はい、そうなんです、はい、我らが深瀬がボーカルとして参加したライブチューンアディング深瀬 Take You Away が今週リリースになりました、そこで今夜は僕らがインタビュアーになって深瀬にインタビューをしていきたいと思います。ほうほう、いつもはね、僕らはインタビューされる側ですが、今夜は反対だと、インタビュアーになっちゃおうと、音楽ライターになりたいっていう生徒も多いそうなんでね。ああ、そういうね。らしいですよ。なんで、いつも僕らはどんな風にインタビューを受けているのかもっていうのもね、ちょっとだけお伝えできればと思います。じゃあ、ここからは、俺ら、インタビュアーなので、よろしくお願いしますってことで。よろしくお願いします。はい、よろしくね。お手柔らかに。よろしく。はじめまして、世界の終わりと人。から参りました。ライターの中陣と申します。はい。マジか、ライターの沙織です。おロッキングオン世界、ライターの DJ ラブです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくでーす。まず今日のファッションのポイントについてちょっとお聞きしたいんですけども。今日のファッションのポイント、はい、はい。身長がでかく見えるよね。割とソールがでかい、長い。ソールがでかい。ソールが高い。そう、ソールがね、うん、高いやつをお履きになってますよね。そうだね。似合ってらっしゃるからね。ね、そうですよね。素敵だなと思う、履いた時に思いましたけどね。すみません、本題に入らせていただくんですけどね。はい、ライブチューンさんから、はい、オファーを受けたのはいつ頃だったんでしょうか。はい。無理やり作らなくていいと思いますよ、そのいやキャラを。こんなんでしょ、ロックでしょ。まあ、まあ、いつもこういう感じ、こういう感じだからね。喋ったことないと。わかりました、わかりました、わかりましたよ。いや、最初だ、ライブ中の KZ 君と、まあ、トイズファクトリーで一緒だからね。そうですね、一緒っすから。トイズファクトリーになって、だからトイズファクトリーの会社の中で会って、はい、まあ、いやみたいな、一緒になろうぜみたいな、ガーガーガーよ、握手してガーンと手トントンやってこうよ。ずいぶん欧米なんですね。KZ さんはどんな方なんですか。 KZ 君は最初は年下だと思いました。あ、そうなんですね。で、俺が、まあ、それでこう、まあ、一緒に音楽作るとかさ、音楽作るっていうか、はい、歌ったりレコーディングするなんてさ、初めてっていうかさ、うん、知らない人よ、はっきり言って、うんうん、当時さ、はいはい、どんな人か分かんないから、はい、ちょっとお酒を一緒に飲もうぜっつってうちに呼んだんです。そうです、そうです、はい、そうなんです。そうですか、そうなんです。僕もいたんですけど。そうですか、そうですか。私もいました、ね、いましたね、はい、いましたね、はい、うん、まあ、それでですね、まあ、お酒飲んだりして、まあ、なんつうのかな、こうあんまりさ気を使ったら終わりだなと思ったわけ、はい、作品を使う上でね、はいはい、だから俺のチンコを握る勢いで、あ、来いよと下ネタで言ったわけですね。下ネタで、はいはいはい、仲良くなろうと。そうです、まあ、それも聞いてましたけど、はい、はい、まあ、そういうことでしたでしょうね。深瀬さんは人と仲良くなるときにいつもこう下ネタで仲良くなるんですか。あ、まあ、男の人にも女の人にも、女の人にも、はい、だいたい下ネタで、下ネタと取られるかセクハラと取られるかは賭けですね。賭けでもあるし年齢もあると思う。そろそろ危ない時期にある。
そうですよね。気をつけてください、ね、皆さん。僕は大丈夫。僕なんかもう最初からクズなんで。はい、はい、じゃあ質問いつラブさんも質問ぶつけちゃいます。世界の終わりで歌う時と何か違うことってありますかね。まあありますわな。それは具体的にキーをあんまりその分かってないというか、俺の低いところとか、ね、俺の分かってない部分が逆にいいわけよ。はいはいはい、はい、そのルールが最初からないから大変でした。だから、はいはい、練習したし、はい、めちゃくちゃダダこねながら練習した。沙織ちゃんとも、ダダこねてましたね。沙織ちゃんに引きずって、うん、ピアノの部屋に引きずっていかれながら、はい、足を持ってね、練習するよって言われながら練習しましたね。沙織ちゃんがディレクションしたんですか。そうなんですよ、実は。沙織ちゃんが、はい、隠そうかなと思ったんですけど、あえて俺がすごいみたいな勢い出そうと思って、ね、隠そうとしたんですけど、実はまあ一応うちピアノがいて、はい、メンバーに、はい、あ、そうなんですね。ピアノの方がいるんですね。それは初耳です、ね。そう、なんか最近ドラム、なんかあれとか出てるんですよ。なんですか。仕分け糸とか。あ、マジですか。すごい経験の感じなんですね。経験の感じで。あ、そうなんですね。で、なんかそいつが、うん、なんかディレクションしてて、はい、俺のボーカル、はい、へえ。沙織ちゃんのディレクションはいつもどうなんですか。的確な指示を出されてる。的確な指示を出す。あは。いや、いいんじゃないですか。かわいいですよ。かわいい。かわいい。大体かわいいからね。大体。いいですね。そんな方がメンバーにいられて、お幸せな、ね、メンバーに恵まれて。でもすぐ切れるけどね。よく喧嘩とかなさる感じで。よく喧嘩しますよ。あ、そうなんですか。今日も来る前もめちゃめちゃ喧嘩してましたからね。なんですか。だからもう場所で言うと、それは知らなかったですわ。三茶からここまでずっと喧嘩してるわけですよ。ああ、そうなんですか。それまたなんでなんですか。俺がた積年の恨みですよ。もう積年のもう積年のね、怒りをね。どうしたんですか。ライターの誰ですか。ライターさんですよ。マジカのライターでした。そうですけど、ね、はい、他に聞きたいことはありますでしょうか、はい。ミュージックビデオはご覧になられましたか。ああ、僕の身長がめちゃくちゃ高いやつ。あの、初めてアニメ化されたっていう感じですよね。そうですよね。そうですね。僕も見ましたね。びっくりしましたよ。どうですか、ね、アニメ化されるっていうことについての感想とかって何かありますか。いや、おかしいでしょうよと思ったよね。お、身長が高すぎるだろうよ。どう考えたって、はい、うん、しかもなんかなんだろうな、スタイリッシュでしょ。非常にスタイリッシュ、ね、非常にシュッとしてるでしょ、はい、パッと見190ぐらいありそうなの。ありそうです、ね、だいぶサバ読んでくれてましたけども。ねえ、かっこよく映ってましたけど、ね、かっこよく映ってましたけど、ね、僕が最終的に死ぬっていう、死んでましたね。死ぬっていう衝撃の PV だったんですけど、ね、僕すごい好きでした。感動しました。なんかで、あの、すごい短い間でお話があって、そうなんですよ、うん、いいですよね。うん、私もそう思いました、うん、ありがとうございます、はい。あ、そろそろ深瀬さんお忙しいそうなんで、次のお仕事あるらしいのでね、はい、あの、最後に読者の方に向けて、あの、一言ちょっといただきたいのですが、もう少しいつもは礼儀正しいです。深瀬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。いや、まあ、だいぶ普段とは違う感じでね、お答えいただいたんだけど、うん、うん、確かにもう少し礼儀正しいね。喋、うん、り方だけだよ。まあね、喋り方だけ、うん、ちゃんと答えてたよ、うん、あれぐらいを言ってたと思う。ていうか、もっと過激なこと言ってる、うん、まあそうかもね、うんうんうん、もっと柄悪いかも、礼儀正しく、うん、はいはいはい、敬語で喋り方を丁寧にしながら、うん、内容がね、内容がだよね。まあね、だってこっちもね、やっぱり誤解されたくないわけだからね。強く言っていきたいと思う、うんうん、こっちもないよね、もう。まあ、そうです、うん、そうです。なんで俺の目を見て喋ってるのか。ラブさん、俺の目見て喋ること多い。そう、うん、目を見る人の結構、まあ、ね、そんなことないよ。いや、見る見る、本当に付き合ってんじゃないの。え、どこが付き合ってんの結局本当は。え、最近そういう話多いから、こう、え、何だよ。2人で付き合ってるわけじゃないし、そうだよ。いろんな形があるから。そうだよ、そうだよ。人には人それぞれの愛の形があるんですよ。すいませんね。自分の物差しで語っちゃダメ、はい、そうだよ。
はい。セカオワロックスではみんなからメッセージを募集しています。メッセージはメールでもセカオワロックス掲示板への書き込みでも OK です。アドレスは www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK、 ラブの L です。それではまた来週この時間に会いましょう。世界の終わりボーカル深瀬とギター中島とピアノ沙織と DJ ラブでした。校長、教頭、今日のファッションのポイントは何でしょうか。